始めたいと思います。これで踏めればいいことです。今日はですね、トルコ・アダパタルの地盤構造と地震被害ということで、しゃべります。それでですね、話す内容はですね、これの目次、黄色いやつが何回か出てきます。それでですね、今日はこの内容、この内容についてしゃべります。それで、まず最初に、トルコ・コジャイル地震というのが、どんな地震でどんな被害があったかというのを、しゃべります。それで、なんでこのプロジェクトを始めたかということを、簡単に説明して、で、大きく分けて深層地盤構造探索と、それから深層地盤構造探索という2つの内容があります。で、この間にほとんど関係がありません。まるっきり2つ、切れております。で、ですが、被害を理解するには、この2つを、やらないといけないということですね。それで、トルコ・コジャイル地震なんですけども、どんな地震だったかということですけども、1999年の8月17日にトルコで起こりました。でコジャイルっていうのは、地方の名前で、トルコのある地方の名前です。あって地図が出てきます。そこに震源があったということですね。で、マグニチュードは表面波のマグニチュードで 7.8、モーメントマグニチュードで 7.4 という大きさです。かなり大きな地震です。兵庫県南部地震がモーメントマグニチュード 6.9 ですから、それから比べると相当大きな地震です。で、震源深さは17キロということなんですけど、この地震は、起こるべくして起こった地震というか、ちょうど日本の、東海道、それから南海地震、東南海、南海地震のように、必ず起こるというところで起こった地震です。でまた、何百年かすればきっと同じ地震が起こります。で死者はですね、1万5000人以上ということで、正確な数はちょっと分かりません。で負傷者は約2万4000人というんですけども、死者の数に比べると負傷者が異様に少ないということなんですけども、なんでかよく分かります。で、修復不可能な家屋というのが12万棟ぐらいね。で非常にたくさんの RC の、鉄筋コンクリートのビルが倒れました。でそれが2000棟ぐらい倒れたということですね。で、倒れなくても、重大な被害を被ったビルは4000棟ぐらいだということです。それで、住むところを失った人は60万人という、とんでもない、被害が出ました。それでですね、イスタンブールがここにあります。で、そこからですね、これイズニットワンというんですけど、こっちの方はちょっとイスタンブール、ボスポラス海峡という国海があります。で、ここに今イズミット湾というのがあってですね、で震源はどこにあったかというとここにありました。で断層は大体こんな感じになります。後でもう一回説明します。で、大きく分けて2つの場所で大きな被害があったと。で1つはイズミット湾の湾岸でですね、で非常に大きな被害があった。もう1つは、もう1つ内陸に入ったアダパザルという町があるんですけども、州の名前ではサカーリア州ですね。こっちは先ほど言いましたコジャイル州ですけども、サカーリアの州のアタパザルという町で、非常に大きな被害があったということですね。あと、ジュベというところにも少しありましたけど、全般で見れば、この大きいわけで2つの地域です。で今回はこっちの方がメインなんですけども、ちょっとだけここで話します。で、イズミット港湾から先ほどずっとあって、でここに、たくさん町があります。赤い塗ったとか、大きな町 で、あと、ちょこっとこういう小さい町、ここにもちょっと赤いがありますけど、こういう小さな町がいくつかあります。でこういうところに、RC のビルなんかいっぱいあったわけなんですけども、ここで非常に大きな被害がありました。で、地名を言うとですね、ここ全体でだからコジャイリというところですね。でこの辺りがイズミットと言われるところですね。それからギョルジュというカラムセですね。それからヤローブとかですね、こういうようなところで起こります。でここの、特徴は、RC の建物が非常にたくさんパンケーキ状の破壊をしたということと、もう一つはこれは非常に、珍しい現象なんですけども、海岸線のあたりでですね、大規模な地滑りが起こってですね、非常に、大きな面積が水没します。で、これはまずパンケーキ破壊の例なんですけども、ここにこうなんかこうゴミみたいなのをやってますけど、ここには実はアパートがあったんですね。かなり大きなアパートがあったと思うんですけども、それがもうほとんど跡形もなくなっています。で、こう少しこういうよく似た建物が残っていますね。
まあ、おそらくですね、これくらいの建物がこれずっと何年かこう続いてあったんだと思うんですけども、まあ、ほとんど跡形がありません。まあ、こういうような感じで、ここはね、非常にリゾート地のリゾートマンションだったんですね、だったんですけども、まあ、こういうような、これはまあ非常に特徴的ですけども、こんな感じの幅が、まあ、至るところで見られたということですね。それから、まあ、大規模な水すごいで水没したという例なんですけども、まあ、こういうところですね、ここにまあちょっと、まあ、もともとの海岸線はこんなところにあったんですけども、そこにこう道がこうずっと入ってたんですけども、それがですね、まあ、ここにもいっぱいアパートこう倒れてますね。こう倒れてるのがあるんですけども、それとは別にですね、もともと陸地だったところがこう大規模な地滑りで、水没しています。で、まあ、おそらく大規模な地滑りがこう起こったんだと思いますけど、まあ、断層の運動そのものだったという可能性も、まあ、捨てきれません。捨てきれませんけど、まあ、普通に考えれば大規模な地滑りが起こったんだと思います。ちょっとセンセーショナルというかびっくりします。行けばで、次にあのアダパザルの周辺の話をします。でアダパザルというのはこの赤いところですね。で赤いところなんですけども、町の中心部というのはこのちょうどこの、道がこう複雑に重なっているところ、ここが町の中心部です。後でまた拡大されてきます。で、まあ、ここにサパンジャコというのがあって、で断層というのは、元々のその地震を起こした断層というのは、ここにあります。でこれはもう、まあ、いわばプレート境界でしょっちゅう地震が起こってしている地震です。で、実はもうちょっとこっち側にも多分断層があるんだなというのはすぐ、検討がつきます。というのはここのサファンジャコっていうのが、まあ、こう落ち込んで、湖へ、こっち側やこっち側の真ん中ポンと落ち込んでるというのは、大体こう2つ断層があって間が落ち込むとそういう湖ができます。例えば、アメリカのサンフランシスコ湾なんかありますけども、サンフランシスコ湾も全く同じ形で2つが並行した断層の間がポコッとこう沈んで、あそこは湾になってます、海に繋がってますけども、まあ、そういう湖だったり湾ができたりするということですね。よくこの地こういう地形はあります。で、まあ、実際に地震を起こした断層もこちらなんですね。で、町の中心はここにあるんですけども、まあ、不思議なことにここの町の中心にものすごい被害が起こっています。で町自体はこの赤く塗ってあるところがあるんですけども、町全体でそんなにすごい被害が起こったというわけではなくて、この中心部だけ異様に異様な被害が起こりました。で他のところはですね、まず、まあ、ほとんどあまりこうまともな、家とかありませんから、地震とかどれぐらいあったのか分かりませんけど、他にもちょこちょこっとこの、あの近くに町があります。でそういうところはそんなほど大きな被害ではありませんでした。また全体になっていきます。でどんな被害が起こったかということなんですけども、まあ、大きく分けてですね、2つのこう特徴的な被害があったということですね。で、一つはさっき見せたのと同じパンケーキ状の被害みたいなやつですね。こんな感じで被害。で、こういうのは、仮にですね、慣性力タイプの被害とこう言います。名前を付けます。とにかく地震力が非常に大きかって、でその地震力が大きかったために、まあ、柱が壊れてこうバッとこう、パンケーキ状に積み重ねたみたいに壊れてしまったということですね。もちろん建物の問題も非常に大きい。地震動も大きかったけど、まあ、もうちょっとちゃんと、耐震性の強いの建物であれば、まあ、こんなことにはならなかったかもしれない。はい、仮にですね、慣性力タイプ被害をつけます。それでもう一つはですね、仮にですね、液状化タイプ被害とこうつけます。これも仮です。で、これはどんな被害があったかというと、こう建物がですね、こう建物が壊れてるわけなんですね。ところがここ傾いてるのは沈んでます。ここちょっと沈んだためにこう傾いてしまうということですね。でここ、これ前1階部分だったんですけども、まあ1メーター50ぐらい沈んだんでしょうかね。下のためにほとんど地下室みたいになってしまったという、まあそんな例ですね。でこんな、感じの被害が見られます。でこれはまあ仮に液状化タイプ被害とこう呼びます。でここの被害の面白いことはですね、この2つの被害が非常に入り混じってですねいるということですね。あこれも液状化タイプの被害ですね。こう傾いてしまったということですね。こっちが沈んでこっちが持ち上がっちゃったんですけども、基礎はなんかこう、普通の土の上になんか、いわゆるマットファウンデーションといわれるやつですね、まあ、ベタ基礎ということですね。というそのまあ何ていうかグリーシーをバッと置いてその上にコンクリートをバッと流しただけで上になってたという地盤ですけども、こっち側が沈んだからこう固まってしまったということ。
それで、私はこの時の悲願直後行ってないんですけども、この時悲願直後、地盤工学会の、調査チームが行って、それで、まあ、建築屋さんが結構多かったから、でそれで建物被害の全数調査というのを変えられました。それで、それ特にですね、このグラーグ通りといわれるこの、ここ町の中心部です。駅がここにあってですね、一番の繁華街はこの辺りなんですけども、ここにこうグラーグ通りっていうのがあって、まあ、その周りにずっとこう家が、ビルが建て込んでるわけなんですけども、そこの、まあグラーグ通りのようにずっと建物を全部調査していた。で、まあ、他のところも少しやってるんですけど、一番系統的にやったのはこのグラーグ通り。で、ここをちょっと写真がずっとありますから、ちょっと見ていきます。で、まずグラーグ通りのですね、一番、こっち向いてたですから、一番西端です。で、西端に行きますとですね、まあこんな感じの、こういっぱい、一般劇場の破壊、もうほとんどゴミみたいになってますけども、とか、まあここもまた実際やられてますね。まあ、こんな被害が結構、まあここであると。で、もうちょっと、もうちょっと東行きます。同じところの南側ですね、通りの南側ですけど、まあ同じような感じですね。パン劇場の破壊、完成力タイプ被害。で、もうちょっと東側行きます。この辺り行きます。で、相変わらず感染力タイプの被害なんですね。ですが、1階、要するに低層階ばっかり被害が出て、上の方はまあなんとかバラバラにならずに持ってるっていう感じの破壊の形態です。まあ、形としては感染力被害ですね。で、さらに東に行きます。今のここだとさっきここです。もうちょっと東に行きます。で、スケールはですね、ここからここまで、まあ大体1キロぐらいと思います。で、そうしますとですね、突然液状化タイプ被害に変わるんですね。で、このようにですね、こう地盤が割れてですね、こう沈んでます。建物全体が沈んでいます。で、ですが建物はこう崩壊はしていません。沈んでいるだけです。傾いてはいます。なるんですね。で、この南側、このここ道があるんですね。この道の反対側、こっち側を見てみますと、そうしますと、えいっとやると、反対側は感染力被害なんですね。またこう1階とか低層から全部出されたということですね。で、もうちょっと東に行きます。もうちょっと東に行くと、感染力タイプと液状化タイプ、まあ、両方のタイプの被害も見られます。少し沈下もしてるし、でも感染力で壊れたようなところもあります。ちょっとここの辺りはちょっとよくわからない感じ、まあ、両方の被害が混在しているという感じですね。で、もうちょっと東に行きます。そうするとここ一番繁華街なんですけども、町の中心部、駅がこのすぐ南側にあって、そこに一番反対側なんですけども、ここだと、まあ、感染力被害がいっぱい出られます。建物自体が崩壊しています。で、その南側を見ます。ここから少し南側、ここ通りがあるんですけど、こっち側を見ますとどうなっているかというと、突然液状化タイプなんですね。こう沈んでいます。こうやって沈んでいます。で、こう建物が沈んだためにこう逆に盛り上がって床が割れてしまった。こんなこと。もうちょっと東に行きます。もうちょっと東に行きますと、無被害。まあ、無被害っていうのは本当は嘘なんですけど、まあ、非常に軽微な被害で、まあ、ほとんど見かけには飛ばないということですね。で、スケール配達の次に出てきますけども、ここからここまで500メーターですから、今のクラック通りってのはこうなんですね。ここからここまで見たという感じですね。だから、今の写真は、まあ、どう見ても全体で1キロ、1.5 キロぐらいの長さのところです。まあ、それで歩いて、どれくらいでしょうね。まあ、20分もあればゆっくり歩いて歩けるというところですね。それでですね、そういう沈下が起こったところを、まあ、大体こうずっと見て回って、こう、色付けしたのが赤いと。で、黄色いところは、まあ、感染力被害ですね。で、まあ、黄色いところならほとんど被害がないところになります。被害、ほとんど被害がないところも出てます。被害が起きたところもありますけれども、まあ、液状化タイプではない。要するに沈下とか、傾斜とかは起こってないと。で、黄色いところは、まあ、被害は軽微か、まあ、非常に感染力で関係上に破壊しまったということで、大体こんな分布になっているということですね。で、まあ、なんでこんな風になったかということが、まあ、よくわからないわけです。で、もう一回疑問点ですね、アドバザルの被害の疑問点について整理してみると、なぜアドバザルの市街地だけに被害が集中したのかということが
でもう一つはその窓ガラの被害図の中でこの2つの感染力タイプの被害と液状化タイプの被害がこう複雑にの分布したかということが、まあ、よう分からないということですね。で、まあ我々が考える、まあ、こういう話を考えるのに、まあ、なぜアドパザルの市街地に被害が生じたかと、まあ、これは多分深い地盤の構造、例えば 1000m ぐらいの地盤の構造が影響している、例えば神戸の被害なんですね、じゃないかと思われるんですね。で、もう一つ、この地盤はなぜこんな複雑に分布したかというと、これはその深いことではあんな、その細かいことは多分起こりませんから、これは浅い地盤の構造のせいだろうと。浅い地盤の構造が分かったら、多分これの原因が分かるんじゃないかということを考えるわけです。で、これを、まあ、この不思議な分その被害の分布を何とか知りたいということで考えたわけです。で、まあ、深層地盤の話をしますと、まあ、深層地盤は、まあ、なぜそんなふうになったかということは、そのプロジェクトの前に分かってたことっていうと、まず地形というのが大体こんな地形で、まあ、周りこうずっと山なんですね。ここがアダパタルの町で、ここからここまで10キロですけど、まあ、こんな感じの、まあ、広い盆地状のところです。広い盆地状のところで、ここにアダパタル の町の中心がある。町自体の地形ですね、これぐらいです。で、まあ、ダンスネチは大体ここにありました。これも分かっていると。それで、地震の波形が、本震の記録はここ SPR というここのポイントだけであった。で、ここ実はですね、ここ山なんですね。ですから非常に硬いところもあるんです。で、盆地はまあ、ざっと見ればこんな形をしてて、で、この盆地がこう、まあ、多分ここがワンとお椀状になってて、で、それが何か悪さをしてるんだろうとこう考えて、ここの形がどのようになってるか分かったら、こうなんでこんなとこ分かるんじゃないかないか。まあ、そういうことを考えたわけです。もう分かってるのはこれだけだったんですね。で、浅いところの構造はほとんど何も分かるんです。ただまあ、もともとね、アダパザルというこの町なんですけども、アダパザルっていう町は、アダが島っていうあの意味で、パザルが、市場っていう市場ですね、市場っていう意味なので、だからこう島の上のなんか市場ということで、昔だとこう、ここはこう島状になってます。周りだと湿地帯みたいなとこ、島のこう池みたいな中の島の一つのようにお町ができてたという話もある。その地名上ね。で、そうすると、なんとなくこれがこう元々の島で、で、ここがこう湿地帯だったんじゃないかとかいう、そういう、まあ、予測もあったわけです。で、まあ、ちなみにほとんどそれは覆りましたけども、まあ、そういうことで、まあ、浅いこの地盤の構造が分かったら、まあ、少しも分かるんじゃないですか。さて、これが、まあ、モチベーションですね。それで、まあ、こういうことを知りたいと思ったわけです。それで、ちょうどですね、海外学術調査という科学研究費のこうちょうど最初にできたときで、で、その、これ、こういう、題名でですね、科研費を申請した。で、私、アメリカに行ったので、アメリカ でこの申請書を書きました。で、そして帰ってきたら当たってたわけです。それで、まあ、このプロジェクトがスタートしたと。で、何をすると書いたかというと、とにかく深層地盤構造調査と浅層地盤構造調査をして、アダパザルの被害の内容、被害要因を明らかにしようというのが目的だということです。で、今日はその、まあ調査の、このプロジェクトの結果を報告しようと思います。それで、次にでは、深い地盤の構造がどのようになっているかという話、調査の話をします。出会ったのは、重力探査、離動、それから離動の観測、それから葉っぱを使った屈折法探査。で、その、まあ、この3つで大体地盤のモデルを作って、で、差分法でシミュレーションをします。こういうことですね。で、まず重力探査からいきます。で、重力探査は、こういうメンバーで、探査、実際の作業をしていただきました。基本的に理学関係の人です。それで、重力探査っていうのはどういうふうな原理でその調査をするかっていうと、重力っていうのは万有引力の法則で分かるように、密度が大きい物質ほど大きな重力が働きます。で、岩盤の密度っていうのは大体 2.7 ぐらいあります。2.75 と、まあ、大体 2.7 ぐらいです。で、土の密度っていうのはまあ1.8 から 2.2 ぐらいということですね。で、ここに差があるわけですね。
で土が、まあ、例えば比重 2.0 だとして岩の比重が 2.7 だとすると、これの方が重力をはるかに大きな重力が働かすんですけども、その岩盤が深いところにあるところは重力が小さいと遠いくなる。でその重力の水の大きいものが近いところにあるところは重力が大きいというわけで、ずっと地表面の重力をずっと測っていくと、こういうところは重力が大きいし、こういうところは重力が小さいということが分かります。ですから重力がどんなふうに分布しているかというと分かると、大体この岩盤がこうどんな形でこう深くなったり浅くなったりしているかが分かるということですね。で測るのはですね、最近はね重力計ものすごく簡単になってますから簡単に測れます。ちょっと扱いはデリケートなんですけども、でもまあそれさえ注意さえ守れば、あとはボタン一発ですが、まああとその測った後ですね、こういう補正音がいっぱいいます。で近くに山がこうありますと、山にこう引っ張られますから重力小さくない。それからこういうところに谷がありますと、谷の部分だけこう物がないわけですね。物がないということは重力がやっぱり小さくなりますというわけで、そういう地形の補正が必要です。ですから地形のデータもものすごくきちんと精密なデータがいます。で、まあ、余談なんですけども、この地図を見ていただく と、この辺りってなんかぼやーっとしてるけども、この辺はなんかシャープだなというのを気がつかれたかどうか分かりませんけども、実はですね、これぼやーっとしてるところは世界中で、使える、ちょっと正確な数字は忘れますけど、まあ、数百メーターごとの標高点のデータなんです。これ世界中のものがある。でそれなんですけども、それではとてもね今の補正ができないんです。でこのいやシャープだなというところは、これは、向こうのですね2万5000分の1の地図を手に入れて、で手で入れたものです。手で非常に細かく標高を入れていったんです。これは補正のために入れたものです。ですからこの細かく入れたところはその補正のために必要なデータで入れたということなんですね。というふうに地形の補正が結構大変です。地形データが出てものすごく大変です。さて、これで見てるかですね、シャープのところ、このシャープのところは補正のために入れる。それで、この、プラスプラスプラスってこう赤い点がありますけど、ここが、重力が測った地点です。645地点あります。大体2週間ぐらいで測ります、こんだけですね。それで、重力っていうのはどんなふうにして測るかというんですけども、これが重力計です。カバーかかってますけども、まあ、この大きさ、こんなものだと思ってください。カバンがちょっとですね、でここにカメラの三脚の上に、アンテナつけて GPS で測っています。でこれは場所を特定するためです。場所を特定しないと先ほどの標高データがあったの補正ができます。でまあこれだけで、ね、実際測るのは、まあ、行って一箇所、まあ、するのはちょっと時間かかりますけども、ボタンを押したら5分もかかります。でポンと数字が出てきます。重力計自体は、1500万とか2000万とかいうことあるので、で重力計は結局は正確なバネばかりです。非常に正確なバネばかりなんですね。ただ温度の補正とか非常に厄介です。だから温度の保証とかが結構大変なので、まあ、そういう値段で高がバネばかりです。でそれでですね、重力を測って、まあ、その重力をの、コンタを変えたわけですね。で、これ重力異常っていうのはある標準からどんだけプラスかマイナスかという意味です。異常っていうのはそういう。まあ、あまり意味がありません。で、青いところはだから、まあ、深いところ、だから重力が小さいところ、ローですね。それから赤いところは、まあ、標準、まあ、標準だと古いんですけども、決めた基準よりも重力が大きいところです。で、こんなふうになります。で、当然ですね、こういう山があるところっていうのは、当然重力が大きくなります。岩が直接出てますから、重力が大きいわけですね。で、こう、盆地になっているところ、深いところっていうのは、こう重力が小さくなります。まあ、大体まあこんな感じでですね、大体どんなふうな形をしているかが分かります。ただまあ気をつけないといけないのはですね、まあ、地形の補正もさることながら、もう一つはですね、こう岩があるんですけど、もっと深いところにもっと硬い岩があるんです。でその密度はもっと大きいんですね。でそうすると、ここのもっと深いところの影響も上で測ると出てしまいます。ですから、必ずしもこの岩盤の上だけが分かるというわけではないのは注意が必要です。ですがまあ、そういう影響というのはもう少し大きなうねりを持った、もう少し変化が緩やかなものなので、まあ、大体サッピケルというのが基本的な考え方です。で、まあ、大体こんなふうにして、どういうふうな、こういうところが深くなっているとかいうのが大体わかる。で、まあ、
これコンタで分かりにくいから、まあ、ちょっと長官図を書いたものですね。でサパンジャコがここです。サパンジャコがここで、こう急激にこうガーッとこうガスッとここで急激にまず深くなって、ここも山ですね。ここ山になってて、その山から急激に深くなってますけども、ここにだから、アナトリア断層、地震を起こした断層があります。で、アダパタのすぐ南側はまた先ほど山が出てるんですけども、アダパタの市街地はまたこう深いこう溝になってます。で、ここはちょっと浅くなってるんです。まあこことここと、ここと、まあ、3つの溝、サパンジャコとアタパザの長い溝と、それからここにもう一つ深い溝、まあ、3つのなんか谷みたいなのが見えます。で、まあ大体、まあ大体こんな形をしてるだろうということが、まあ重力で、分かります。で、まあ、断面図を切ったものですね。ここにありますけれども、この2つのね、こことここの断面図を切りました。このアタパザルはここです。アタパザルよりも少し、どちら西側だとまあ2つこう溝ができます。それからこっち側になると、まあ、それがまあちょっとこの形が変わってきて、ちょっと浅いところがあるのでこんな風になっています。アタパザルのちょっと、東側ですね、まあ、こんな感じの断面が切れます。でこれで大体その、大体の形は分かった。次に今度は微動観測というのがあります。でまあ、ガンの位置っていうのはまあ非常にまあありがたいんですけど、ガンの深さっていうのはですね、ただ重力っていうのは結局やっぱり重力が測ってるから、で地震の場合は重力がどうのこうのってあんまり直接は地震度に関係しません。要するに密度が大きかろうが小さかろうがそんなに関係しません。で一番地震度を考えるときに大事なのは地震度がどんなスピードで伝わるか、要するに弾性波速ですね。ですから、まあ、重力探査はまあ大体の形を知るのはいいんですけども、それから直接は地震度に持っていけないから、なんとかして断線波速度 の情報が得る必要がある。ですからそのためにこういう微動観測とか葉っぱにある骨折探査とかをやるわけです。でまず微動の観測の話をします。で微動観測チームはまあ大体こういうメンバーで、やっていただきます。で、結局微動をやったのは40地点で1点の微動観測をやって、それは H オーバー V スペクトと言われるものを解析法で、調べると。でもう一つは、2点 N 地点と S 地点という2点でアレイ観測というのを行います。でアレイ観測も後で簡単に概念を言いますけども、それで位相速度というのを、まあ、調べたということですね。でそれぞれの原理はどうなになっているかなんですけども、 H オーバー V 微動探査というのはどういう原理かというと、まず微動っていうのはですね、常にこう地盤は、まあ、風であるとか波であるとか、あるいは人工的な振動源を震源にして非常に常に細かく揺れています。ですからそういう細かい振動を測れる機械を使って測れば、必ず揺れています。でそれがどんな揺れ方をしているかというと、地盤の揺れやすい、一番揺れやすい周期で揺れてるわけですね。自然に揺れてるわけだから。でそうするとまあ、その地盤 その揺れを測って、それがどんなその揺れでそのどんな周期で揺れているか、まあ多季節周期ですね、多季節周期を調べると、それは大体地盤の固有周期と普通一致します。ですから、そういうふうに微動がどんなふうに揺れているか、どの周期で揺れているかというのを調べると、まあ大体地盤の固有周期が分かるということです。で地盤のこういう周期が分かったら、あと深さが分かっていれば大体その速さが分かるという断線波の速度が分かるということですね。ただこの方法をやりますとですね、まあ、普通例えば水平だけ測ってそれで多季節周期を取ったりしますとですね、いろんなそのノイズが入ってきます。例えば車が通ったとかですね、いろんなノイズが入ってるんですけど、そのノイズに非常に影響されます。でなかなか、安定した答えが出ません。ところがまあ垂直と延長が同時に測ってですね、でそのスペクトル比を取るとですね、ノイズに非常に影響されにくくなります。ですから、まあ、昼間測って、まあ、少々近くに車が走ってはないでしょうが、とにかく、安定してこの卓越、周期を分かるということになります。ですから、まあ、水平と延直を測ると、だから1点で 3成分測ります。水平2成分で、延直1成分、3成分測って、で水平を割る垂直のスペクトル比を取ることによって、まあ、その多季節周期を出すと
という方法です。でもう一つ、アレビド観測というのがあります。でアレビド観測というのは今度はまた全然違う考え方のものです。でそれは、同時にですね、今度は微動系をですね、まあ、少ないは一番少ないは2点です。で2点でできるっていうのが、まあ、あの我々の開発した方法なんだけども、まあ、通常は7点、普通は7点で入ります。で、まあ、7点で十分かというと、まあ、大きな方がいいから、まあ、あの微動系とか人に余裕があれば10点ぐらい測るといいんですけど、とにかく同時に測る、同時に測ると。そうしますと、実は先ほどの地面の揺れの波っていうのはずっとこう勝手に揺れてるわけじゃなくて、波がこうずっと実は動いていってるんですね。その微動の波っていうのは、でその微動の波がこう水平方向に移動してるんですけども、その移動する速度を同時に測ると、あのその速度を測ることができます。それはもうあるとことあるとこでこう波が流れたら時間差がありますから、どんだけの時間差でその波が伝わっていくかを調べればすぐ分かる。でそれは移送速度と言います。波がどんな速度で伝わっているか。で表面波の性質っていうのがあります。でそういう微動っていうのは表面波というふうに、あの表面波と分離される波だということは分かってますけども、表面波っていうのは、まあ、その性質上ですね、周期の長い波は非常に速く伝わる、要するにゆっくり揺れてる波は非常に速く伝わる。逆に周期の短い波ですね、速くこうゆらゆらゆらっと揺れる波はそのこういうこう移動していくスピードが遅いという、こういう性質があります。これは分散性と言います。でこの、移送速度をその周波数ごとに測るとですね、この分散性が見えます。その周期の長い波はどれくらいの速さか、周期の短い波はどれくらいの速さかっていう、この分散性が分かります。でその観測された、この微動観測で観測された移送速度の分散性を説明できるような地盤構造を、まあ、逆解析によって求めることによって地盤の構造が知ることができる。これがアレビドの観測の原理です。でこれ両方やります。でこれがまあ微動系です。これ、周期1秒の速度計なんですけども、大きいやつが一直で、それから水平成分のやつがこう、4つあります。ですからこれ2点分、1点がこれ、もう1点がこれ、2点分になります。これこういうものです。まあ、10キロぐらいですから持ってくのは結構大変です、飛行機ですので、それで、どんなふうに測ってるかというと、先ほどの地震計がここです3つこんな感じ、あの風の影響が受けたくないのでカバーかけてます、段ボールのカバーかけて、でこう線をこう引っ張って、ここが GPS 場所を測ってるわけですね。でこっち側はどないなってるかというと、こっち側はこうやって、まあ、バンドしてるんですね。あのまあ、レコーダーを置いて、であの線をずっと引っ張ってきて、であの測っているということですね。でこれドライバーなんですけども、ドライバーを測っているときはとにかくうわって、あの歩くな騒ぐな、あのお尻をちゃんと下につけて、あの静かにしてって言われて、とにかくドライバーは静かにしていると、こういうことですね。でまあこれをですね、まあ、セットするのにまあ1時間ぐらいですかね、1点ね。で観測するのはやっぱり、まあ、少なくとも、まあ、10分とか20分ぐらいの長さの観測をします。でそれで終わったらまた撤収して、また移動してというわけですから、あれに比べると、重力に比べると手間がかかる。で、結果です。でまず、40点測ったやつの H オーバー V で、卓越周期をこの丸の大きさで書きました。で、一番大きいのが5秒で、5秒この大きさですね。大体これが5秒ぐらいあって、小さいところの小さいので1秒ぐらいです、大体。で、固有周期が長いということは深いということですね。固有周期が短いということは浅いということです。が、まあ大体このような分布になってて、ここがサパンザルで、ここがアダパザルなんですけども、大体このアダパザルの近くっていうのは、大体こう、先ほども出ましたけど、まあ、落ち込んでると、谷状になってると。で、ここも谷状になってる。ここはやっぱりちょっと浅くなってて、ここは湖なので測れませんけども、きっと深くなってるということですね。ですから、先ほどの重力の結果とほぼ整合する結果が出てきました。ついでに言いますと、ですね、当初こんなものがあるとは思わなかったんですけども、ここですね、ここ山がありますけども、ここかここに
もう一つ断層が走っていることが分かります。でここは非常に浅いんですよ。ここは非常に浅くて、でここから急激にガーンと深くなります。急激に深くなるということは、まあ、断層で動いて深くなるということで、ここから急激に深くなるという、こう、ここは全く地表面からこんなものがあるとは分かりませんでした。我々も全くそんなこと考えてなかったんですけども、実はここに大きな断層があるということが分かります。それは重力でも出ています。あとですね、ここに N と S というこの2点がありますけども、ここの 2点で、アレイ観測をしました。でまず S 点ですけども、位相速度です。で先ほど言いましたように、ここ周期ではなくて周波数になっています。だから右側が高周波、周期が短い、こっちが、周期が長いところですね。で周期が長いところは、速い、まあ、これ観測なんですけど速い。で周期高周波、周期が短いところは、速度が遅い。これはまあ大体 500m/s ぐらいですね。ここだと 1600m/s ぐらいあります。速いというこういうのが出てきます。でこれこの、プロットが観測なんですけども、この観測に合うようなこの地盤をですね、こう探していくわけです。でそのこれから理論的に計算される理想速度がここ出てきて、まあ、これぐらいフィッティングできます。でそうすると、まあ、大体どれぐらいの速さの層がどれぐらいの、厚さがあるかということが大体わかります。で、N 地点、もう一つですね、北側の地点も大体、観測されたのがこういう結果で、で、フィッティングさせたのはこんなので、まあ、その地盤がこういう感じというふうに出てきます。それで、この先ほど重力のこう出てきた断面に、先ほど N 地点、S 地点、それからあと、HOV で、求めた、まあ、大体の深さを、プロットしたものです。でそうしますと、まあこの H オーバー V で求めた断面数値と、まあ、重力というのが大体整合しているし、それから S 地点、N 地点でインバージョンでやったやつもほぼほぼ大体その重力でやったものとほぼほぼ一致しているということが分かります。ただまあ、いろんな実はパラメータがあって、多少、まあ、合うようにパラメータを決めたというところがありますから、これだけで全てが合っているというわけではないんですけども、まあまあ、大学で見れば、今までの3つの、調査は一致しているということです。それで、今まで説明したのは最初の1年目、ちょうど、2000年から始めて、2000年、2001年、2002年と3年やったんですけど、1年目に調査したやつの結果です。1年目の調査、1年目の結論としては、まあ、パダパルトの盆地はこう3つの細長い谷からできてて、で基盤岩は盆地の端で急激にこう深くなって、要するに断層によって落ち込んでいます。で基盤岩の最深部の深さは大体 1000m か 1500m ぐらいあるということが分かりました。でアタバザルの市街地は北側の谷で、そのエッジの部分から1キロから2キロメートル離れて落ちています。ということは、まあ、アタバザルの市街地というのは、まあ、兵庫県南部地震の際の神戸の深層地盤の条件と、まあ、極めて似ているということで、まあ、神戸と同様の可能性が起きたんじゃないかということが示唆されるということです。で、まあ、この本当にそういうことが起こったかどうかを、まあ、これからまた、次の年により詳しく調べていこうと、こういうことになります。で次から2年目の結果なんですけども、葉っぱによる、屈折法探査というのをしました。で、本当はですね、実は反射法というのをしたかったんです。で反射法というのは最も詳しくその地下構造が分かる方法なんですけども、これは非常にお金がかかる、ものすごい作業が多いんですね。でとても、このプロジェクトのお金ではできないということが判明したので、まあ、仕方がないので、まあ、事前の策として屈折法探査というのをしました。で、その震源には葉っぱを使いました。でダイナマイト 1.100kg という100キロのダイナマイトを使った、屈折法探査というのをします。でここはアダパザルの町なんですけども、葉っぱできるところを一生懸命探しました。で近くにまず家があったらいけません。怖がりますからね。大したことはないんですけども、100キロぐらい、だいたい50メートルぐらいまで爆発させるんですけども、あ近くはでもやっぱり結構ドンときますけども、まあ、家が倒れるわけでもないしあれなんですけど、まあ、近所の人怖がりますから、まあ、あまり家がないところ、要するに田んぼのとか、まあ、この辺田んぼじゃない、畑ですけど、畑のど真ん中で近いということで、
まあ、場所を一生懸命探しました。で、まあ、できるだけこう南北に切りたいわけです。まあ、先ほど言いましたようにこう谷がこう東西に長いということが分かってますから、この、その南北の方向に近いところで切りたいと。で、まあ、葉っぱの出るところを探してですね、そうしてまあやっと見つけたのはこの2点です。でこの間に、この2点葉っぱして、でその間にいっぱい地震計を並べます。80個地震計を並べます。で、その葉っぱの振動をその地震計で取るという、はい。で観測、あのここからここまで16キロあって、で80個の地震計を並べて、でそれは大体真ん中の辺は250メーターピッチで、葉っぱ点の近くは50メーターピッチで並べます。で屈折放探査のまず原理です。で、兄弟では3年生、あの今やってないな、ちょっと何年か前までは3年生の時に、板たたき法としてもこれが非常に初期の、実験をやらせてたんですけど、今はやってないのでほとんど学生知らないと思いますけども、まあ、ここで葉っぱをしたとバーンと、まあ、地盤がこんなんだとしますね。でそうするとまず近いところはですね、こういうこの青いこう直接こうビャーッと波がこう伝わるというのがこう見えます。それがこの青線ですね。一番最初にこういうところにこう見えてきます。こういうところにこういう波がする、そういう波です。で、こう遠いところはどうなるかというと、この波は、まあ、すぐに減衰する上にですね、まあ、あまり遠くまで伝わりません。この青の部分、これ直達波というんですけども、で遠いところはどうなるかというと、この赤い波が先に伝わってきます。でこれが屈折波なんですね。屈折波というのはこう来て、この基盤波に入って、でもう一回上がってくるというこういう波です。でそれが一番最初に到達してきます。であと反射波はどないなのかなんですけども、屈折波というのはある程度、離れないと屈折波は見えません。でそれより近いところというのは反射波が見えます。でこういうのは反射波なんですけど、反射波っていうのは、まあ、ずっと反射波のフェーズが見えて、でそこから自然に、屈折の方にこうまっすぐつながっていきます。で反射波の装置っていうのはこう双曲線になります。こうだん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 こう遠くほどこう遅れてくる。屈折波の装置は直線なんですけども、あの反射波はこう双曲線上になります。それはこう直接こうバーンとこう跳ね返ってきたわけですね。でまあ、こう多層だと、こういう途中にまだその中間の層を通ってくる屈折波が見えることがあります。これは緑ですね。で、まあ、こういうふうな、波がこう葉っぱをバーンとやって地震計をこう並べておくと出ます。まあ、ですが、まあ、一番はっきりするのはこの屈折波、こう一番最初の章とババババッと見えます。これが一番はっきりしますから、まあ、葉っぱよりちょっと離れたところの屈折波の最初の方いつ伝わるかというのを知ると、まあ、途中のこの基盤の速さと、それから体積層の速さが分かるということです。で、やりました。で、まずこっち側はですね、北側葉っぱで、こっち側は南側なんですけども、北側葉っぱの記録はこんなんです。で、屈折なんかビャーと見えます。見えるんですけど、あ、なんかどこにいたか分からなくなります。で実はですね、北側葉っぱはですね、葉っぱ失敗100キロ創薬したんですけども、全部爆発しなかったみたいですね。それで、パワーが全然足らなかったんですね。それのために遠いところっていうのは非常にこう見えなくなります。非常に残念なことですけども、まあ、まあ仕方がありません。ですが、まあ大体まあこういうところあたりはまあ読みます。その辺も読みます。でそれで大体端から端まで16キロあるんですけども、4秒かかってます。ですから、まあ、全体で平均すると4キロパーセントだということが分かります。4キロパーセントだということが分かります。それから南側の葉っぱです。南側の葉っぱは、ここでも言ってですね、でこっち側が反対側の北側の葉っぱなんですけども、実はですね、南側葉っぱはですね、穴を掘るのが遅れたんです。ボーリング屋は大丈夫、大丈夫、大丈夫って、その日までちゃんと掘るよって言ってて掘れなかったんですね。でそのためですね、実際に2日遅れたんです、葉っぱをするのに。で、その時にこう地震計を全部設置してたんですけども、途中でその2日間で電池が切れたわけですね。そうして、この辺全部消しとく。で、ようやく何とかして取れたのはこんだけしかないという、こういう、まあ非常に残念な結果になりました。ただ、これだけでもですね、ここ、まあ、屈折がきれいに見えてるんですね。で、屈折はですね、ここでこうグーッとこう急にこう急激に曲がってるっていうことがある。
ですから、この初動装置、複製の初動装置が途中で急激にこう傾きが変わっているということで、どうやらここら辺になんか速度の変化点があるらしいということがわかります。基板の速度が変化しているんじゃないかということが。で、まあ、大変残念な結果だったんですけども、まあ、少しはでも情報が得られたので、まあ、そういうのを使ってですね、地盤モデルを作成しようということです。で、ここから先はですね、今や西野五斗君がやったということですね、皆さんよくご存知です。で、まあ、今まで説明したのは何があるかというと、アレー微動観測して、1次元の速度構造が大体、大体3層構造、ちゃんと見せませんでした、3層構造、それから重力で基板の分布が分かっている、それから HOV の微動観測で、やっぱり、まあ、基板の深さが大体分かっているということですね。で、これだけのものをどういうふうに、料理するかなんですけども、まず屈折法、さっきの屈折法探査を使って、その屈折法側線の下で、2次元の基板モデル、速度構造モデルを作ります。で、まずだから、その屈折法側線の下だけをまず、詳細に。モデル化しようで、その後でそれを3次元に拡張しようと、重力基板とか HOV とか使って3次元のモデルに使って、でその3次元のモデルを使って最後に差分法の地震動のシミュレーションをしようという で、ですからまずこの側線下の、モデルを考えます。でまずあるのはだからいろんなデータありますけど、まあ、重力データというのはまずその最初の大体の形をするのに基本ですから、これを元にします。で、重力データで、葉っぱ側線の下切りました。で、上を浅いところ2100mps、P 波ですね。で、深い方 4300mps として、で、その時に葉っぱ両方で打ったらどんな掃除が計算されるかというと、こんな掃除が計算されます。で、これバツ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 とか丸丸丸とか打ってあるの、これが先ほどの波から呼んだ初動の到着時間です。で、このモデルで計算すると、南側葉っぱの方はですね、わりかしよく合うんですよ、このままで。ところが、北側葉っぱのやると合わないんですね、ここはね。どうしても合わない。でどうもここら辺は全然うまくいかないということが。で、じゃあ、これではダメだということが分かったから、これからスタートして、ね、まあ、だんだん変えていかないと。で、ここなんですけども、合わないところなんですけども、実はですね、ここはだから両方の葉っぱがたまたま、取れてます。で、両方の葉っぱが取れてると、剥ぎ取り法っていうのを使います。で、剥ぎ取り法っていうのはすごい簡単な原理で、こっからの葉っぱのやつがここで分かってる。で、ここでも分かってる。それからこっちの葉っぱのやつが、これ、ここその観測点でも分かってるし、それから反対側の葉っぱ点でも分かってると。こういう条件が揃うと、どういうことが分かるかというと、この時間とこの時間を足して、でこの葉っぱ点から葉っぱ点までの時間を引くとですね、この簡単に引き算でこれだけ取るということですね。これっていうのは要するにその、観測点の直下で行って帰るだけの時間ということです。だからしたら、ここにこういくつか点数があると、点があると、その点その点のその、真下でどんだけ行って帰った時間がっていうのはすぐ計算できるわけですね。でこれ一番正確です。で、この剥ぎ取り法が使えますから、これでやってみます。で、そうすると、それで、水泥層はここです。これどこか出てくる。で、剥ぎ取り法が使えるのはここだけです。で、ここで分かったのは、ここはこれぐらい傾いてるということと、それから、ここの基板の速度は 3800mps ということが分かります。で、こうだ。ということなので、あとは、ここから先はまあなだらかにつなぎましょうと、先ほどの重力の形みたいな形につなぎましょう。で、こっちもまあ重力の形を、まあ、参考にまあこうまあ最初にまあ適当にこうやって引きましょうと。で、端から端までだいたい4キロということが分かってますから、それを満足するためにここは 5.1 キロぐらい与えないと、端から端までもその約見かけ4キロが満足できません。で、これでまあ重力のやつを考えながら、ここの剥ぎ取り法の情報を入れてやってみます。で、そうすると、当然剥ぎ取り法であたりますから、ここの方がバッチリあります。で、この辺、ずいぶんいい加減なんですけども、この辺情報がないので何とも言えません。何とも言えないんですけども、少なくとも取れてるところはそこそこあります。
ですから先よりはずっと葉っぱの、結果を説明できます。それでじゃあもうこれでいいかなと思ってまず次は今度は3層構造を決めようと決めました。でそういろいろ層境界が必要です。で3層構造表層と2番目の層1800の層と2250の層を決めていきます。でこの2層目と3層目の間は先ほどの重力で重力の形そのものを持ってきます。それから一番下は先ほどの、萩相予報でやった形をこう持ってきます。でそうしてするとまあ大体、こんな、形にするとですね大体、相似がですね、まあ、ぴったりありますということになります。ここもこれちょっと変えるとやっぱり合わなくなってきますから、大体やっぱり合わせるためにいろいろ形をいじらないと。で、もう一つ次に今度は、先ほどここの辺が一番適当に決めたところだったんですけど、ここをなんとか決めるために、今度は葉っぱ点近傍の反射法を使おうとこうします。で、反射法というのは反射波というのは先ほど言いましたように、双曲線の形になります。それでですね、葉っぱ点近傍のやつを、あれ、よいしょ、これですね、葉っぱ点近傍のやつをずっと細かく見てみます。で、これ図悪いんですけども、大体ですね、こうずっとフェーズを追っかけていくと、やっぱり反射波と思われるものがずっとつながっているのが見えます。大体ずっとつながっているのが見えます。で、その、反射波と思われるフェーズに合うようにこう、先ほどの端の形を決めていきます。そうしますと、まずここはですね、急激に落ち込んでいるということが分かります。で、反射波で分かるのはこれだけです。で、ここを急激にその分かっているところまで落とし込みますと、後の部分で辻褄を取らないといけませんから、そうすると、ここガンと下がっているとですね、うまくいかないということが分かって、でここを大体フラットにすると、先ほどの装置が説明できるということになります。ですから、反射波で位置を決めて、でそれが満たすようなふうに、まあ、ここも修正したということですね。でそうすると、まあ、反射波を大体説明できます。でこっち側はですね、反射波ってほとんど見えません。磁場の形を見えないということが分かります。これ北側の方ですね。ですから、まあ、南側だけしか、構造修正できなかったんですけども、ただ 50m ピッチで取っていただくおかげで、まあ、反射波と思われるものが広いで、エッジの形が大体決められたということですね。それで出てきた先ほどのやつを、で今度は重力データと合わんかったら困るから、重力データ、決めたその構造が重力データとどれくらい合ってるのかというのを調べてみます。で、密度を適当にですね、S 波速度、P 波速度が分かってますから、P 波速度に合いそうな密度を与えてですね、で重力を計算しています。で、そうしますと、計算したのが赤なんですね。このモデルに対応するのが赤です。で、青いのが実際に観測されたものです。で実際に観測されたものと、まあこの辺ちょっと違うんですけども、まあ、そこそこあります。ですから、この辺の構造そんなに間違ってないということが分かります。で、ここ全然合わないんですよ。ここ全然合わないんですけども、これがですね、重力のこの青の観測の方が、ちょっと、おかしいんじゃないか。おかしくはないですね。先ほど言いました、もっと深い構造の影響を受けて、重力が小さくなってるんじゃないかなと思われます。というのは、ここすぐここ山があります。で山のところっていうのは重力大きくないといけないんですけども、すぐ山がある割には重力小さいんです。ですからここはちょっと普通に考えたら重力小さすぎなんですね。ですから赤の方がだから、まあこの、基盤より上のその構造による重力としては、まあ、多分正しいんではないかということで、まあ、重力データとも整合が取れているということが分かります。こうやってですね、決めていった構造がこれです。最終結果は、重力基盤と断層探査が求める、基盤とは別の層であるということが大体わかります。ですから、先ほどの重力探査で長関数とか書いてたんですけども、それは実はこの赤い線ですね、まあ、ここは赤青と一緒ですけど、こういうところが見えてたようです。で、断層探査ですね、葉っぱとかですね、微動から実は見えるのは、実はもう一つ深い層が見えてたらしいということが分かります。ですから、重力探査と断層波探査から、の見えてる基盤が違ったんだろうということが、言えるかなと思います。で、基盤の速度は葉っぱ点から 8200m のところで変化してて、 3800m と 5000m のこれぐらい変化しているということが分かります。ただ、
これもですね、こっちの方、北側の方がゆっくりなんですね。で、それは若干不思議なことがあります。というのは、実は北側の方がですね、地質的には古いんですよ、がんが。で、地質的には古いということは、本来はこっちの方が早いんだろうと、やる前は思ってたんですね。ところが、出てきた結果はこっちの方が遅いということで、それについてはちょっとよくわかりません。わかりませんけども、今までやったデータは、を換算すると、こういうモデルになると。で、それは南側の基盤速度の方ということですね。それでですね、3次元の構造を求めないといけません。で、3次元の構造を求めます。で、3次元の構造はベータスプライン関数で、B スプライン関数でこう形を決めていくんですけども、その、関数のですね、係数を決めるのに制約条件があります。でこのように、まあ第一層の上面は地形を制約条件です。第二層上面は、まあ、アレル量観測と二次元のモデルと制約条件です。で、第二層上面は、まあ、この3つのやつを制約条件にする。で、岩盤は、まあ、この3つの結果をこう制約条件にして、それで、それぞれの面の関数を決めていきます。で、まあ、制約条件を最初にこうバーッとこう3次元のこう空間に配置しておいて、でコントロールポイント、どこでその関数 の, その合わせるかっていうコントロールポイントを決めておいて、そうしておいてそのスプライン関数の係数を決めると、まあ、こういう方法でやっていきます。で、出てきた、3次元の構造モデルで、これ基盤がのプロットしてるんですけど、まあこんな感じです。で、形自体は重力で求まったことはほとんど変わりません。変わりませんけども、実際の値は少しずつ変化しています。だから先ほどのとちょっと違います。で、頭側の下はだいたい1500メーター近く、1000メーターか1500メーターぐらいやっぱりあります。さて、ここまでですね、だいたい構造不明な流れなんですけども、まあちょうど切れ目がいいので、ここまで一回ちょっと質問等ありました。見ていきたいと思います。なかなか探査自体は結構こう手間もかかるし、まあ難しい面もたくさんあるんですけども、まあ粛々とやった分だけは出て、ただしまあそれぞれの何ていうかな整合性っていうのは方法によってやっぱり違うから、なかなかきちんと取れるかっていうと、まあ取れない部分もあるということです。まあ、そしたら、また後でまた質問あったら戻っていただいたらいいですね。で、じゃあ今までのモデルを使って実際の地震図を再現してみたという話をしたいと思います。で、差分法を使いました。で、計算領域は、まあ、大体このような形で約50キロと約40キロ、深さが 13.5 キロというところで、あざわざわがここにあって、で、地震の震源は、まあ、ダースはこう。実際はもっとずっと向こうまで続いていますけども、この辺り、ここの部分だけ計算します。というのは、まあ、ここに、まあ、アスペリティ、地震動を起き出した領域があるんですけども、そこだけでアタバザルの波形というのはほぼ説明できるということが、もともといろんな研究で分かってますので、ですから、まあ、この他の部分はまあ無視したということです。それで、震源モデルは関口岩田2002年のモデルを使いました。これはインバージョンで求めたものです。で、先ほどの領域を 100m グリッドで切りましたから、解析可能な周波数は 0.4Hz 以下ということですね。周期で言うと 2.5 秒です。ですから、まあ、本当にこう、なんていうか、ゆさゆさゆさという揺れは、まだ計算できません。かなり 2.5 ですから、ゆっくりした揺れまでしか計算できないんですけども、まあ、それで大体、まあ、何が起こったかぐらいは、見当がつきます。で、もう少し短縮期の方までの計算は今やっています。それでシミュレーションの結果を先ほど言いました SQR というところで音信記録がありますから、これと比較します。ただここは岩盤の点なので、こういう盆地の中とはもう全然多分波形が違うだろうと思われます。で、まあでも SQR で比較して、まあ大体 OK だなってことが分かったら、次はアダパザルでの波形を再現してみて、どれぐらいその、アダパザルで地震動が大きかったのかというのを推定します。で、SQR との比較です。で、青いのが観測、
で赤が計算ですけども、まあこれもちろん 0.4Hz でフィルターかけていますが、まあ、大体その少し、観測の方がちょっと小さいんですけど、まあ、ほぼほぼ、ベスケアの、波形を再現できているということが分かります。でまあ、これでまあ大体大丈夫だろうということで、アダパザルを何が起こったろうかというものを計算しています。でそれがまあ右側ですね。でこれはもう観測がありません。だから計算だけですけども、これスケールは同じなんですが、大体ですね、その SQL だったら計算だと50回くらいです。これ速度です。50回くらいなんですけども、計算したアダパザルの最大は、最大速度は大体150回くらいあります。ですから、まあ、大体3倍くらい SQL よりも大きかったということが分かります。で、SQL のこの観測地点のところですね、ここってほとんど被害がないんですよ。まあ、先ほど言いましたけど、このアダパザルの赤のこの辺りだけ、まあ、ちょっと被害があって、であとの周り、この辺も家建て込んでるんですけども、最初見せた赤のこれぐらい領域ですから、家建て込んでるんですけども、ここほとんど被害ないんです。で、アダパザルはやっぱり3倍ぐらい被害が大きかったということが、これで推定されます。で、これが、まあ、なんでその3倍になったのかということを、まあ、考えると。で、それをやるために、まあ、アダパザルの直下の地盤構造が水平成層と考えると、ずっと水平、だからああいう盆地の形をしていないというような形で計算したのが青い線なんですね。で赤の線が今見せた3次元構造で多分で計算したやつなんですけども、大体この最初のこの2波ぐらいまでほとんど同じです。ですが、この後になるとこう全然変わってきて、1次元構造だとこの緑の線みたいに大きくなりません。だから最大値は50回。だけども、そういう盆地の構造ですね、保安上の構造にいるところが大きくなって、こう150回というふうに録されるということで、これはですね、これが何を表しているかというと、やはりこれは盆地効果と言われるものですね、ベイズンエフェクトと言われるものだということが分かります。ですから、アダパザルはやはり深層地盤の影響で大きくなったんだと。で、大体その深層地盤の影響がどんなふうに大きかったかというのを調べてみますとですね、やっぱりですね、その盆地がこう東西に長かったので、盆地の東西長い方向にやっぱり大きいところができています。で、この辺って何もないんですよ、畑ばっかりだから。だから、もう少し他のところにも、町があったらですね、そういうところで大きい被害が出てたんだろうと思います。まあ、アダパザルのここはまあやっぱり非常に大きくなって、しかもアダパザル その局地的に非常に大きいところが出てきたということが分かります。ですから、まあ、大体アダパザルの中心ばっかりやられたのは、やっぱりこのせいだろうと思います。で、ここが、段差の近くもまた大きいんですけども、これはまあ盆地効果というよりは、震源の効果として大きいということですね。というわけで、まあ、深層地盤の影響で、やっぱりアダパザルが大きくなったということは、証明できたんではないかなと思います。で、まあ、深層地盤についての結論なんですけども、まあ各種深層地盤探査の結果に基づいて、3次元の地盤と3次元の地盤と2層地盤基盤2層岩盤基盤を持つ、まあ、3次元の地盤モデルを提案してですね、で、まあ、それを使って本震を再現アダパザルの本震を再現しましたら、まあ、SQL の3倍の波形になったということで、まあ、アダパザルの地震が特に属された理由は盆地効果によるものだということが、まあ証明できたのではないかなと思っています。これがまあだから最初の時のアダパザル、なんでアダパザルの市街地の真ん中ばっかりやられたか、これは盆地効果としてそういうことになったんだろうということでした。で、これが今までが深層地盤の探査の結果で、次が浅い地盤の、が探査をしました。で、これは先ほど最初に説明したように、間性力タイプの被害と液状化タイプの被害のこう、なんかこう2つの被害のタイプがこう非常に複雑に入り込んだ。なんでそんなふうになったのかというのを調べるということです。で、まあ、大きく分けて、まあ、ボーリング、PS 検査、それからスウェーデン式サウンディング、それからまあ室内試験、この3つで、説明したいと思います。で、まず最初はそのボーリングです。で、ボーリングってまあ穴を掘って、あれを、その地盤をどういうのを調べるかなんですけども、まあまず戦争地盤の探査シンクとはこういう大体人たちでやっていただきました。それでボーリングなんですけども、どこをやったかということです。
で、ボーリングは実はですね、まあ、ボーリングって結構お金かかります。で、あまりボールでお金なかったので、結局できたのは4点だけなんです。で、ここに SK1 っていうのがここですね。で、2、3、4と4箇所掘りました。で、先ほど説明しましたように、ね、この道を隔てて、こっち側とこっち側で全然、こっちは沈下だけど、こっちはその関数力被害というものすごくコントラストが強いところがありますね。で、そこを狙おうというわけで、その道を隔ててこう両方変わっているところで、その周りにその1本で、ちょうど中間点に1本、それから液状化しているところに1本と、まあ、3つ、ここで断面を切ってみようということを考えます。で、あともう一つは、ここのやっぱり中間的なところでもう一つ1本ここを掘ってみようか。こういうことで、この4つ、この4本掘りました。で、掘ったんですよ。で、まあ、これ、作業の実際なんですけども、こっちは、JICA の方でやったやつ、別のやつなんですけども、これも我々が頼んでやってもらったボーリングです。でまあ、こんな感じでやります。で、あと JICA がですね、13地点でやっぱりボーリングをやってました。で、それは事前に分かってました。事前に分かってたんです。分かってたんですけど、まあ、いろいろ問題があったんです。後で説明します。あ、これですね。で、JICA、13地点でやってた、あ、9地点ですかね、9地点でやってたんですけども、その、これ N 値なんですけども、こんな結果しかなかったんですよ。で、日本だとですね、最低でも1メーターピッチであるんですけども、これはですね、1メーターピッチがないんですね。下手すると2メーターぐらい飛んでるんですね、N 値が。で、しかもですね、これはちょっと場所はきちっと、ここでは分かりませんけども、ごくごく近いところで2箇所掘ってて、もうそんなに違いがなさそうなのに、これ結果ものすごく違うとかですね、どうもこれよく分からん。何が、どういう。そうなんだろうよく分からんというあれです。で、まあ、掘ってみました。で、これはですね、SK の1と2と3なんですけども、これやりました。こう並べてみたんですけども、びっくりしたことにですね、もうほとんど同じなんですよ。まあ、ちょっと深さが違うけどし、まあ、ちょっと命の大きさが違うとかあるんですけども、大体総構成はほとんど一緒。ですから、先ほどの真ん中が島で他のところが、もともと沼地でとかいう、そういう目論見はね、もろくも崩れました。もうほとんど一緒。ほとんど触りません。で、これは、まあ、SK3 というところの、まあ、境界地域のボーリングなんですけども、まあ、大体ですね、7メーターから9メーターぐらいのところに、こう、N 値が急激に大きく上がるところがあります。で、それより上は大体ね、シルトなんですね。まあ、シルティプレイ、シルト湿粘土とかですね、まあ、まあ、粘土に近い。そういうものですね。で、トルクはですね、いちいち色を描きます。黄色、イエローシュ、ブラウン、シルティプレートがですね、いろいろ色がうるさいんですね。で、日本では色はあまりぐちゃぐちゃ言いません。というのは、色っていうのは、酸化されると赤くなって、酸化されてないと青く見えるんですよ、粘土って。で、その酸化されてるかされてないかっていうのは、別段そのほとんど力学的な影響ほとんどないからあんまり色のことをごちゃごちゃ言いません。特にこれはまあいちいちこうこれが緑だからとかいう話でこういろいろ色うるさいんですけどもそのことはどうでもいいんですね。とにかく大体シルトなんですね。で、硬いところはですねちょっと酸砂気だったりそれから礫混じりの砂だったりこうします。でも命結構高いです。50、60あります。かなり硬い砂層です。でその下にまた同じように、のとこでも同じようにまた、粘土があります。まあ、こんな総構成になっています。どこも大体同じです。深さはちょっと違うだけです。エナジーの大きさはちょっと違うかなという程度。で、PS 検査をしました。PS 検査というのは、この速度ですね。この、各層の速度を、まあ、これは、上から叩いて、こう、ピックアップを下ろしていくことによって測ったんですけども、それで速度を測るとですね、やっぱり若干その、液状化被害のところと、それから、関節力被害のところ、若干差があると。やっぱりその SK4 ですね、液状化被害出たところはやっぱりちょっとゆっくりなんですね、100メーターを切ってます。で、関節力被害のところってやっぱり150メーターパスぐらいあって、ちょっと硬いんですね。ですから、ボーリングではほとんど分かんないんですけども、PS 検査するとやっぱり差が出てくるということが分かります。で、これだけではたった4点なので何も分からないので、
じゃあ広い教育が欲しいということで、スウェーデン式サウンディングというのがありました。でスウェーデン式サウンディングをやった場所は、この地図の、赤の地点と、それから緑の地点はですね、神戸大学がまた別に別のプロジェクトでやってるやつです。で、我々がやったのはこの赤の地点です。でこんだけやりました。青いやつがボーリングです。JICA のボーリングと我々のボーリングですけども。で、こうやってこう、まあ、大体こう広くどんな分布をしているかというのを調べました。なんですけども、スウェーデン式サウンディングというのは、大体こういうものです。で、こうロッドがありましてね。で、ロッドの下にこういう、まあ、スクリューをつけますね。こういう、まあ、霧みたいなものですね。で、その上にですね、まあ、あと深さによって変わるんですけど、まあ、基本的に100キロの重りを乗せます。100キロの重りを乗せて、で、まあ、自動的にパーツをこう回してくれるやつもあるんですけども、一番簡単なやつはこう手でグリグリ回して、これが どんだけこう入っていくかというのを、半回転ごとに、まあ、沈下力がどんだけ入っていたかを記録するというのがスウェーデン式サウンディングです。で、重りを持っていくのが100キロですから重いんですけども、それ以外のものは比較的小さくて軽いので、まあ、外国にも運んで持っていけるとできる、まあ、そういうものです。まさか標準管理試験の意識を持っていくわけにはいきませんからね。で、それでやると何が分かるかなんですけども、その回転数からですね、まあ、透過 N 値というか、まあ、換算 N 値というのが得られます。で、その、まあ、これがその換算 N 値の、プロットなんですけども、で、硬いところは N が大きくて、柔らかいところは N が小さいという換算 N 値というのが得られます。まあ、簡易的な標準管理試験と思っていただければ結構です。で、まあ、トルコの地盤に関するものってさっき言いましたけども、どうも信用できないということですね。で、それについて、まあ、ちょっと、今回だからその SK1 から読んでボーリングしました。で、標準管理試験もしました。ここは1メーターピッチでやりました。で、ボーリングはですね、まあ、トルコの試験器具を使って、そのボーリングマシンとか、それからペントレーターとか使ってトルコの作業員があったんですけども、日本人監督がつきました。ですからあまりいい加減なことは、させないということをやりました。それからスウェーデン式サウンディングは日本語のものを持っていって、日本の試験方法で日本人の研究者になりました。これ一番信用できる、あ、PS 検査ですね。で、JICA のやつはトルコにお金だけ渡してやってこいってやったやつで、一番信用できるのはこういうわけですね。で、これ比べてみたわけです。で、トルコの N 値とトルコの JICA、トルコの N 値で JICA じゃないですね、我々でやったやつ、トルコ人がやったやつですね。で、日本人の、監督がついてたけど、それと、スウェーデン式サウンディングとこうやって比べてみます。そうしますと、その、SPT の N と、それから横軸はスウェーデン式サウンディングの換算 N 値なんですけども、まあ、こんな関係が得られます。で、この、8000なんですけども、点線なんですけども、これはですね、日本で使ってるですね、経験式なんですよ。で、標準管理試験の N 値を半分にすると、日本の経験式と一致するんですね。だから、トルコの N 値っていうのは、倍ぐらい大きいと。で、半分にするとちょうどいいということが分かります。で、これだけではちょっと分かんないので、今度はトルコの先の N 値と先端速度とこうやってみます。で、PS 検測ですね。で、そうしますと、これが、まあ、この線が、まあ、その、求めたやつなんですけども、この波線がですね、日本の経験式なんですよ。で、これもやっぱりトルコの N 値の半分の値を使うと一致するんですね。というわけで、トルコの N 値っていうのは大体倍だと思ってるんですね。だからトルコの N 値が20だったら、実は本当は10とこう思わないといけないということが分かります。で、まあ、なんでそうなったかなんですけども、一つはですね、ペネトレーターをものすごく長く使うんですよ。先を丸いんですね。もう減りまくってるんですね。ですから入らなくって容器叩くというのが、まあ一つ原因だと思いますし、で、叩き方は一応ですね、監督、日本人の監督がいてるので、これは大丈夫だと思うんですね。あんまりその、ロープの抵抗とかはないと思うんですけども、まあ、一番の原因はだからやっぱり先かなと、ペンドルウェイトの先のが悪いせいかなというのは一つですね。というわけで、まあ、そんなことが分かって、で、あと室内試験をしました。で、これは SK4 からサンプルを持ってきて、で、室内試験をやりました。まず物理試験をやると、これ、まあ、
A から D に入って深くなるんですけども、まあ大体ですね、どのサンプリングサンプラーも大体シルトに分類されます。砂ではないですね。大体ほとんどシルトだと思って思えばいいかと思いますね。で深いところはちょっと砂の部分が入っているということです。で動的三軸をやりました。で、こっち側がまあ浅いところでこっち側が深いところなんですね。ちょっとだからこれは砂気が入っているここはシルトなんですけども、まず浅いところのシルトなんですけども、これはですね、これが、有効力分形容なんですね。でここがゼロなんです。で何歩振っても何歩振っても有効力がゼロにならない。ということは液状化しないということですね。ところが歪みはですね大きいんですよ。ここ0でここ 10% なんですね。だから軸歪みはですね、まあ量振幅で 10% ぐらい出てるんですね。ですから歪みは大きく出るんだけども液状化ではないということがわかります。でちょっと砂が入ってきた深いところだと有効力0になりますからこれは液状化します。ですが、歪みはやっぱり量子力で 10% ぐらい出ます。でまあ、これはまあ液状化といってもいいような状況だということがわかります。でこれで、液状化強度曲線というのを書きます。で液状化強度曲線というのは、まあ、こう何回、ここ何回こう繰り返し再化をすると液状化するかという線をこう書くわけですね。で、こっちがストレスモンレシオ、応力比なんですけども、基本的な性質として組成指数が大きくなって、要するに粘土っぽくなってくると液状化強度はどん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 大きくなります。これは当たり前の話なんですね。で浅いところのシルトっていうのは大体こんな感じですね。ですから、でここって 0.4 とか 0.5 ですから、まあこれで200回振って、ようやくストレス比 0.4 ちょっとで振って、ようやく液状化っぽくなるっていう、そういう話ですね。ですから、まあ、浅いところはほとんど液状化していません。で、IP38.4 ということで、組成指数、かなり、なんていうか、粘土っぽいシルトです。で、深いところになりますと、ほとんどノンプラスチックになって、で、ですが、今、大体20回の液状化強度を使うんですけど、大体 0.3 ぐらいになります。この結果を平均するとですね。で、これ、N 値5ぐらいなんですよ、この場所の。N 値でね。で、N 値5で液状化高度 0.3 ってむちゃくちゃでかい。まあ、普通日本だったらもっと小さいんです。0.15 とか 0.1 ぐらいのはずなんですね。普通の日本の土だったら。だから、これもだから、ね、非常に低くて、ね、ほとんどだから液状化強度で見る限り液状化しそうにない土です。ということは、で、アドバーザルでじゃあ何が起こったんだろうかということを考えてみるんですけども、まずですね、なんでその感染力被害とその液状化タイプ被害というのが起こったかというんですけど、まず液状化タイプ被害というのはまず名前が悪いということがわかります。液状化してへん。さっきの話、まず砂がない。あるのはシルトばっかり。だから本来液状化しません。本来ね。だから、液状化タイプ被害というのはまあちょっと名前が悪い。要するに沈下傾斜被害というべきだったんですね。で、この赤いところがまあその液状化被害で、この黒いです、ね、この矢印のところは感染力タイプ被害が起こったところですね。で、クラクトリゾミコビューと取ってるんですけども、でそうするとですね、まずその、分かったことはですね、静電式サウンディングやったときに表層ってのはものすごく柔らかいということが分かったんですよ。で、ほとんど最初自沈してしまいます。最初重りを落とすとビューッと勝手に入っていきます。一回も回さなくてもですね。で、それも非常に柔らかいということがわかります。で、その自沈するその、層の一番下を取っていったのはこれなんですね。この上の線なんですね。そうすると、やっぱりですね、その、沈下が大きかったところっていうのは、その自沈するそういう超軟弱な層っていうのは非常に厚い、そういうことがわかりました。で、その、感染力被害が起こったところっていうのは、その、自沈する層が比較的厚いということが分かりました。ですから、どうやらその2つのタイプの被害は表面のですね、表層のですね、超軟弱層の厚みで決まってるらしいということですね。で、表面がものすごく軟弱だと、そこでバーンと沈下してしまうと。で、非線形化が起こって、まあ、あんまり地震力としてはかからなくなると。
でそこがそこそこ薄いとそのボンと積み重なるんだから、その地震力が大きいの地震力が入って、まあ、壊れちゃったのかなということが分かる。まあそれが、我々の見つけた、まあ、関係です。であと少しですね、他の液状化被害との比較をちょっとしてみたいと思いますね。でまず液状化というと新潟です。新潟地震の新潟市で非常にたくさんのビルが傾いたり沈んだりしました。でその時は、こちら図で、こちら図は傾きと深さの分布なんですね。で傾いてるのは例えば7度とか8度傾いてるし、それで、その深さの 分布は大体まあ、50センチ以下っていうのと、まあ、1メーター、1メーター50ぐらいまで大体同じぐらいの、分布をしてて、で、まあ、その後ちょっと小さくなる、それより沈むのはちょっと小さくなる、まあ、こんな感じです。でもう一つ、これ新潟の写真なんですけども、まあ、こんな感じで沈みましたということですね。ただ、新潟市、まだ当時はですね、ある市の建物もそんなに多くなくて、まあ、こういう普通の木造の建物がたくさんあって、その間にポソポソっとある市のビルがあったという、こういう状態で、まあ、ほとんど独立して建てたということですね。こんな感じの、だから、ある市のこういう重いビルはそんなに建て本ではなかった。それからですね、フィリピン地震の時にダグパンというところで、またこれも非常に、大規模な液状化で被害が出ました。で、ここの、まあ、分布を見てみると、まあ、大体その分布というのは新潟とよく似ています。ちょっとまあここが大きいけど、まあ、ほとんど同じで、まあ、分布は似てるんですけど、沈下量は若干大きいです、新潟よりも。で、まあ、傾いてるのは、まあ、大体大きいのはやっぱり7、8度から、まあ、こんなのはちょっと特殊なのありますけども、まあ、大体、分布と、この傾きの分布としてもよく似ています。で、ダグパンのやつですけども、これもだからそんなある種のビルを建て込んでるっていうわけではありません。やっぱりここら辺はこういう木造というか小さな周りは家があると、こういう感じですね。で、アタバザルなんですけども、アタバザルはですね、こうやって同じ図を描いてみると、沈下量というのは大体50センチぐらいが最大のところが多いです。ですから、2つの地震ぐらいで沈下量が小さいということです。で、まず、建物の建ち方はですね、アルパザルはもう非常にこう、5、6階建てのビルがずっと建て込んでます。もう隙間なく建て込んでます。ですから、まあ、ちょっと、新潟とかダグパンとは建物の感じが違うということですね。で、建物の形状によって違うどう違うのかっていうんですけども、実は、まず建物の高さを見ると、アルパザルのビルは、大体5、6階、4階、5階、6階建てっていうのは結構、6階建てが一番多いんですけども、他の町はだいたい3階建てとかが一番多くて、アルバザルのビルは他の、さっきの新潟ダークマンに比べると高いビルが多いんですね。ところが、縦横に見ると、まあ、それほどあんまり変わりなくって、そんなに大きな違いはないと。ダークマンの方が、まあ、ちょっと逆に細長いのが多いというような感じで、まあ、縦横にはあまり違いがないということで、まあ建物の形状によって、まあ、だいたい高い建物の方がたくさん沈下しそうだから、建物の形状によってちょっと沈下量の違いを説明することはできないかなということですね。で、じゃあ土はどう違ったかなんですけども、新潟とダグパンの中継分布なんですけども、これはですね、まあ、非常にまあよく似ててですね、ダグパンの方がちょっと細かいんですけども、新潟に比べると、基本的にはクリーンサンド、非常に流形の揃った砂なんですね。それに比べて、アタバザルは、もうさっきも言いましたけど、シルトですね。完全に流形が、一桁小さいんですね。で、そういう違いがあります。で、シルトはじゃあ液状化しないかって、そんなことは実はありません。シルトはかなり液状化しやすい、土なんですね。で、2000年の鳥取地震で大規模な液状化した竹吉国分団地の流形分布はこんなんですけども、流形だけ見たら、アタバザルとほとんど変わりません。ですから、シルトだから液状化しないというわけではありません。ただ、組成指数がこれとは違うんですよ。だから、竹の地国有団地のそのシルトっていうのは、ほとんどノンプラスチックなんですね。ですから、粘土的な、性質がほとんどありません。ですが、アタバザルのものは、組成指数40ぐらいあるから、まあ、かなり粘土的な性質を持っています。ですから、直接この竹の地国有団地が起こったことと同じことだとは思われない。でまあ、隣のビルの影響があって、アドバザルが立て込んでるから、それは沈下量が、まあ、小さかった一つの原因かもしれない。
ですから、まあ、アダパザルとチンカリオが小さかったのは、一つは、まあ、ノンプラスチック の, そのシルトで、要するに液状化という現象にはちょっと違った。まあ、その液状化には近いんだけども、普通の今まで言ってた液状化とは違う現象だったということと、まあ、多少こういう、立て込んでるという影響があったかもしれないということです。もうそろそろ時間なので、こういうところだと思います。で、朝一番に対して、まあ、調査した結果として分かったことは、アタバザルの物質は主にシルトで砂ではないと。で、基本的にだからその、大規模な液状化が起こりにくい。しかもプラス結晶のあるシルトなので大規模な液状化が起こりにくい。実際に試験しても液状化強度が非常に大きいということですね。だけどもそのシルトは非常に軟弱です。ものすごい軟弱です。ものすごい柔らかいあのシルトです。で、その軟弱素が厚いところで液状化タイプの被害が起こったということですね。ですから、まあ、アドバザルで起こった現象はですね、まあ、地盤の軟化と言ってもいいようなあれあの現象だと思います。で、それが液状化と呼んでいいのか、それとも液状化と呼ばずに、これはもう地盤の軟化だということで、やったあの処理した方がいいのかというのは、ちょっと、議論があるところなんですけど、まあ、とにかく、まあ液状化と地盤、の中の境界の領域というか、まあ、どう読んだ方が言うべきかというちょっと悩ましい領域ですね。まあ、普通に我々が言ってる液状化ではないということですね。で、日本の場合だとそういう軟弱な地盤のところには必ず規則位、区域基礎を使います。で、あの直接その軟弱な地盤の上に物を乗せるということはないんですが、なんとトルコはその上に先ほど最初の写真にしたように直接基礎で立っているんです。ですから、一つはその最初からあの支持力が足らないです。だからまともに本当に設計したらこんな設計になり立つわけじゃない。作った途端にするんでもおかしくないということで、まあちょっとそういう意味では日本で同じことが例えば起こったとしても同じことがその地盤が同じ現象を起こしたとしても日本で同じことが起こるとはちょっと思いにくい状況です。で、あとトルコの延長は日本の場合だと思ってトルコの延長を半分にしたらまあ大体あの。そこそこいけるよと。だからトルコで N20 あってこんなんでこんな硬い地盤でこんな沈下が起こったんだっていう、ね、それは実は N10 だったということですね。まあそういうことが分かりますということです。で以上が、まあこのプロジェクトで得られた結論、まあ、3年やりましたけどということです。時間もそろそろいいようなんですけども、まあ、質問とかありましたらもっとやれっていうのあるかもしれませんけど、なかなかここまでの費用は結構大変です。で、家計費でやったと言いましたけど、実はその当たった家計費だけで到底やりきれなくて、他の方 の, その参加している方のご協力をいただいて、まあ、ここまでやっとできたということです。